国立局地研究所は大学共同利用機関法人情報システム研究機構を構成する大学共同利用機関南極、北極及びその周辺地域に関して物理学や生物学など様々な科学的観点から観測、実験、総合研究を行っている総合研究大学院大学から大学院生を受け入れている顧問として大村さん 平沢武雄、平山善吉及び星合高尾を移植する。科学館は建物の左側立ち井展示より一部の資料や標本、出版物等を総合研究棟入り口に展示し、昭和基地からの映像を放映するなど簡単な情報コーナーを設け、また定期的に研究所の一般公開も行っていたが、2010年7月24日、局地研究、 観測の情報発信拠点施設として新たに国立局地研究所南極北極科学館を開設した ABCDEFG 研究所案内研究所概要国立局地研究所2019年12月11日閲覧 ABC 大学院教育について2019年12月12日閲覧大学院教育特別共同利用研究院 受け入れ実績。国立局地研究所。2019年12月12日閲覧。ABCDEFGHI。国立局地研究所研究所案内遠隔。www.nipr.ac.jp。2019年12月12日閲覧。本県で、展示の雪上車、機械遺産に、日本発、南極点に到達。秋田伊佐を新報。 オリジナルの2014年7月28日時点におけるアーカイブ https://archive.is/.20140728202943/.http://www.sakiwake.jp/.p/.aikita/.news.jsp KC イコール 2014724F2014 20年7月25日、閲覧、宮岡、広志。アイスキャット 3D による宇宙環境研究と監視。リポジトリー .exst.jAXA.jp。2019年12月12日閲覧。北海道大学情報、システム研究機構国立局地研究所開業、研究開発機構。 トピックス、北極域研究共同推進拠点が活動を開始。国立極地研究所。2019年12月12日閲覧。成形学園と国立極地研究所が包括連携協定を締結。S 度推進で連携。協力成形学園2018年12月22日。閲覧。TB アニメ。宇宙よりも遠い場所と、情報。 システム研究機構国立局地研究所とのコラボイベント開催が決定。ありがとうございます。